と英雄伝説黒の奇跡通信曲レパート41やっていきたいと思いますと。さてさて、今回もメルヘンガルデンの攻略から進めていきたいと思います。中型魔獣の討伐の群れがちょうど3匹いるじゃん。あまりレベル上げには上手くなさそうというのに、このガンガン先に行くことを選択します。外しなかったかな。速攻よ。続いてバン。よいしょ。オッケー。これで次のエリアに行けるようになりました。持っておこうか。よし。じゃあ軽く宝箱とか探索して先に進みたいと思います。警戒しましょう。鉄兵攻撃が有効だよ。敵の群れよ、注意して。強そうな敵、警戒しましょう。絵見づらいけどあんまりないな。あった。良さそうな宝箱です。え、どこ？あっちか。良さそうな宝箱です。スウィンの霊成績。良さそうな宝箱です。じゃあ次のフロア行きます。ますか。でもね、回復が回復があまりできてない。ダメか。アイテムとかでどうにかするか。料理は？うん、大満足です。ごちそうさまでした。ほいほい。シードリンク。ごちそうさまでした。どんなボスかな。もういる。守護者に乗り越えるわよ。このままポイント取れるわよ。ザイファ駆動するぜ。
状態異常とか使ってくるかな。ガンガン行くぞ。一応で、ジュブリールガード、いきます。ジブリールガード、はあ、どうしよう。水に弱いのか。すごく効く圧があるよ。このまま攻めろ。よし、助かったぜ。行くぜ。したら遅い。次テイクザグレンデルいきますか。許さない。シャドウウィスコのチャンスです。アドライフを開始します。ザイバ駆動。ザイバ、こちらの番だ。テイクザグレンデル、的を落とす。サポートするわ。クルーブースト、消えなさい。ビッグブロー、モータルレイド。この調子でいきましょう。ホーリングバダメージ効率いいな。えい、ナリアちゃん、やされた。この調子でなんか状態になってんね。でこれは一旦しのげばいいのか。通さない。こっちのものね。エイガルストレイクを押し込んでいける。ビルドが効いてるね。この調子でいきましょう。よ、エル貼っとこう。助かりましたね。いきます。ドライブを開始します。ザイバ駆動、うん、こちらのターンね。ゼロはまだね。この調子でいきましょう。とどめ、敵とめ。やあ、ナリアちゃん。やあ、よろしく、アーちゃん。初期。使えない。風魔か。ガンガン行くぞ。みんなファイト。エレイト。そうだ。オルタ。助かりません。3万ザイバ駆動。ジブリールガード、いきます。ジブリールガード、バンさん、
こっちだ。そらそら。えい。ナディアちゃん。切るんだよ。よし。チャンス。このまま攻めるわよ。もうちょっと使ってないもんな。財閥だ。ナディアちゃん。行くぜ。手付け任せて終わりだ砕けろ断ち切る続けエレインよしアースで弱点がつけますガンガンアース封印されてんね援護するぜ遅いせいはっローエングリンこのまま攻めるわよ。葉っぱ魔法打っていいか。ドライブ開始。特定のアーツが有効や。続いてぞよ。はぁ、そうだよ。えい。ナディアちゃん。でもちょい。やあ、よろしく、あーちゃん。勝機。ちょいちょっとけど、まだかんだまだ2万万とか。ガンガン行くぞ。そこよ。はっ、さん。別に取ればいいの。いつでも行けるよ。財閥道。ドライブを開始します。特定のアーツが有効や。この調子でいきましょう。一難しいな。ミカ。このまま攻めるわよ。はあ、そうだよ。えい。ナディアちゃん。お返しするね。ドライブを返す。やあ、よろしく、あーちゃん。許さない。続け、エレン。そこよ。はっちゅ、はあ、さん。えい。ナディアちゃん。削りきれねえな。上手です。ブーストレベル最大です。ガンガン行くぞ。アーディアまた耐えるのか。立てよ。みんなを守って。エブリルはどう？チャンスだ。フルブースト全開よ。任せたわよ。レイシングブースター。いいね、バンの方に火が向いてる。チャンスだ。あとちょっとだ。甘い。えい。削り切ってしまいたい。オッケー。戦闘投げ。これからも頑張ります。ホーリーブルーム。新技覚えた。ダイオットクリア。じゃああとできることもなさそうなので戻りますか。さあお楽しみの時間。私の力見せてあげる。開始開始。こ
でね、地味にテピスもらえるからね。教えてこうすか。ヘアの断片えい、大量大量。クラフト強化。一番使うのはビッグブローなんだよね。消費 CP 下がるのも大きいな。無難に。クイーンバレットめっちゃ使うんで。ビルドボーナス。あー、なるほど。回復補助 EP とブーストゲージの回復を行う。へえ。もっと皆さんのお役に。研ぎ澄ませるわよ。守るための力だ。マルドックサポートへようこそ。 CP 補給チャージ開始。受け取り。必要なもんがあったら言うてや。はい、もらっとこ。あ、そういうことか。おおきに。ええもん揃えとるで。毎度あり。ええもん揃えとるで。おおきに。じゃあそしたら
まあ、とりあえず今回はここまでにさせていただきまして、次回から、またね、本編の方を進めていきたいと思います。では、英雄伝説黒の奇跡2実況プレイパート41、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。